スノーマン阿部良平ライブニュースイットでガチャピンと食品ロスの SDGs の実態調査天気コーナーソラみもスノーマン安倍阿部平が9月28日に放送されるライブニュースイットフジテレビ系に出演する SDGs 特別企画の第10回となる本放送では食品ロスの SDGs と大替食品ロスを削減するためにはどういった取り組みが必要なのか安倍は番組のお天気キャスターガチャピンと共に賞味期限切れの食品を扱う都内の激安スーパーを訪れるさらに豊洲市場で売れ残った食材を収めるマイナス摂取21度の巨大冷凍庫を取材 大量のズワイガニやカキなどが行き場を失ってしまっている現状を取材し、生殖用の海産物を取り扱いながら食品ロスを減らすことの難しさに直面する。この他にも、これまで見向きされてこなかった食材を商品化する新たな取り組みについても、実際に食べながら調査を行い食品ロス削減の最前線の様子をスタジオで正報告する。 また気象予報士の資格を持っている安倍は同番組内でガチャピンと共に天気コーナー空読みも担当する。